アンナ・ヘレン・パキンは、カナダ生まれのニュージーランドの女優、アナ・パキンとも表記される。マニトバ州ウィニッペグにて、体育教師の父親、ブライアン・パーキンと、英語教師の母親、メアリー・パキンのもとに生まれる。1977年生まれの兄・アンドリューと1980年生まれのアネ・カティアがいる。4歳の時に、母親の出身地であるニュージーランド・ウェリントンへ移住。 両親の離婚後、母親と共にロサンゼルスに移る。ロサンゼルス市内の高校卒業後、コロンビア大学に進学したが、女優業に専念するため休学する。姉の友人から映画のオーディションを勧められ、5000人の中から選ばれ11歳で映画初出演したジェーン・カンピオンのピアノレッスンでアカデミー女演女優賞を受賞する。その後、 ウィリアム・モリス・エージェンシーと契約。2001年には、ザ・グローリー・オブ・リビング舞台活動をはじめ、オフ・ブロードウェイや、ウエスト・エンドなどの舞台に立つ。2007年放送のテレビ映画、ベリー・マイ・ハート・アット・ウーン・デッド2位で、エミー賞及びゴールデング・ローブ賞女演女優賞にノミネートされた。2008年からは、シャーレイン、ハリス原作のテレビシリーズ、トゥルー・ブラッドに主演し、 ゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞する。過去に、ローガン・マーシャル・グリーニーや、キーラン・カルキンと交際。2009年8月に、トゥルー・ブラッドで共演したスティーブン・モイヤーと婚約。2010年に結婚した。2010年4月に、同性愛者への差別撤廃を訴える、ギブ・エーダームキャンペーンの公共広告に登場し、両性愛者であることを告白する。 ありがとうございます。